ケルゲレン諸島は南インド洋にあるフランス領南方南極地域の島々。ケルゲレン島を中心に約300の島で構成される。気候は寒冷海洋性であるが寒帯性ではない。風が強く海は常に荒れている。1772年フランスのイブ・ジョゼフ・ド・ケルゲレン・ド・ドレマレックにより発見された。何度か定住が試みられてはいるが、 研究者以外に永住居住者はいない。島のアザラシは、毛皮のために18世紀頃、クジラなどの怪獣類は20世紀初頭までに捕獲し尽くされたが、保護の結果、動物の生息数は近年増加傾向にあり、海岸には新たに海鳥類ばかりでなく、アザラシやアシカ類の繁殖地が発生している。ケルゲレン諸島は、領海も含めて自然保護区となっている。 戦有経済水域は法定漁業海域となっている。1950年にフランスはポルトオフランセに観測基地を開設している。以降、基地は周年稼働させており、物資補給、研究、観測業務を60から100人の要員の交代勤務で実施している。2008年には第58次観測隊が派遣されている。 ケルゲレン諸島ケルゲレン諸島は、南48度35、49度54、東経68度43、70度35、に位置し、南極大陸から約 2000km、レユニオンから約 3400km、オーストラリアから約 4080km 離れている。近い島は次の通りである。クック氷価総面積7215。 平方キロメートルのケルゲレン諸島はシュトーラグランドテールとそれにほとんど近接した周囲の300以上の島や衛星的小島から構成されているが例外的に遠距離に離れた島として北にニュアジューズ群島及びレーゲ群島と南方に孤立したいくつかの島がある。全体として海岸線の曲折が非常に激しくいくつかの大きな湾や二次的な家並びに 奥行きのあるフィヨルドがある。最高標高地点はロス山である。ラグランドテールの面積は6675平方キロメートルであり、コルシカ島の3、4の広さを持つ。当初島争面積の92%を占め、東西方向の長さは約150キロメートルである。最高点はロス山であり、島の西側はクック氷間に覆われている。 首都には次のようないくつかの半島がある。首都以外で最も大きい島は、フォック島で中央北側に位置し、面積が200平方キロメートル以上ある。その他の島で主なものは次の通りである。詳細は、ケルゲレン諸島の地質を参照ロス山ケルゲレン諸島は、約220万平方キロメートルにも及ぶ、ケルゲレンハード海大の海上部分を形成している。 諸島の地上部に見られる地質形態の主要部分はトラップ型の噴出火山活動の特徴を有し、その海面上への出現は3、500万年前から始まった。集積量は著しく、現部岩質溶岩流の層の厚さはそれぞれ3から10メートルあり、互いに重なり合い、時には1200メートル以上の厚さとなることもある。このタイプの溶岩流出活動は階段型、 またはピラミッド型の巨大な地形を形成する。極部的には他の火山性の形態も存在する。特にロス山を形成するストロンボリ型火山とラリエディワティ半島の新生岩複合火山がある。ソメンガン、ソメンガン、ホノライト、ホノライトの様々な岩脈と溶岩噴出が島の各地に見られる。歴史上に記録された噴火はないが、首都南西部における 噴煙活動は依然として活発である。若干程度の活炭層が、玄武岩質溶岩流の相関に出現し、約1400万年前と推定されるアローカーリア化の化石が埋蔵されている。最後に、氷河作用が、陥没と傾斜現象を発生させ、列島の北部と東部に湾を形成した。氷河と河川による侵食作用が、渓谷とフィヨルドを形作り、また、 歴岩の再設複合地層とクールベ半島平野を形成した。ケルゲレン諸島はケルゲレン微小大陸と呼ばれるマイクロコンチネントが海に沈んだ一部である。マイクロコンチネントは1億年前から2000万年前にかけて3期間出現した。ケルゲレン大陸には熱帯性動植物の化石が存在すると思われる。現在は水面下ケルゲレンの積岩は オーストラリアとインドのものに似ており、これらが昔繋がっていたことを示す。ケルゲレン大陸の調査により、オーストラリア、インド、南極が分裂した様子がわかると科学者は期待している。ケルゲレン諸島の気候は海洋性であるが、寒冷で著しく頻繁に強い風が吹く。ガ平均気温が摂氏10度に達する月がないため、欠片の気候区分によれば、極地気候の一種で、 ツンドラ気候に含まれることになる。しかしながら、その一方で、平均気温が摂氏0度以下に下がる月もなく、むしろ温帯性といった方が適切とも思われる。チリのパタゴニア地方あるいはアイスランド、他のアナン極諸島に類似の気候が見られる。ポルトオフランセの観測所のデータでは以下のようになる。年間平均気温は、 摂氏4.5度で変動幅は狭く、摂氏6度程度となっている。最も温暖な月は1月、2月で平均気温摂氏7.9度、最も寒い月は8月で摂氏2度である。最高気温が摂氏20度を超えることは稀であるが、海面の高さで低く摂氏10度以下の最低気温が観測されたことはない。降雨は頻繁にあり、年間を通して、 雪として降ることがある。ポルトオフランセでの都市平均降水量は比較的少なく820ミ、mm、リメートルであるが、島の反対側の西海岸ではその3倍の降水量があると推定される。山は雪で覆われることが多いものの、その雪は雨によってすぐに消える。永久氷河の中にはここ数十年で明らかに後退しているものもあり、最も小規模の氷河は 完全に消失した。ケルゲレン諸島はいわゆるクルー50度線に位置しており、風が大変強い。西風がほとんど常時吹いており、風速は平均で時速3 5トルしばしば時速1 5 0トルに達し、時として時速2 0 0トルを観測することもある。波の高さも1 2ルから1 5ルに至ることは普通であるが、島には 複雑な入り絵が多く、船舶の避難に適した場所が存在する。ありがとうございます。